ネクタネボ一世は、エジプト第30王朝のファラオである。紀元前380年に、第29王朝のファラオ、アコリスが亡くなると、その子ネフェリテス二世を追放したネクタネボ一世が新たな王朝を創始し、王位についた。在位中は、アテナイアスパルタから援軍を受け、ペルシアの再征服から王国を守ることに、専念していた。ギリシアと連合したペルシアに、 ナイルの西から攻め込まれネクタネボ一世が破れるという事態も起こったがメンフィスまで侵攻される前に連合軍が中を違えて引き返したために王国は事なきを得た。ナイル側が定期的に反乱することで生じる地層を知っていたエジプト軍の強みが生かされたことも大きかった。十八年という長くも安定した政権を通じて無数の記念碑や神殿を建立した偉大な 建築者としても名を残している。ネクタネボ一世は、エジプト中に無数にある荒廃した神霊を修復し、聖なる島、フィラエに小さなキオスクを建てたほか、エルキャブ、メンフィス、サフトエルヘンネフ、タニスにも聖書を作らせた。これらの都市、特にフィラエは後に古代エジプトにおいて重要な信仰の地となる。遺室の祭祀が行われる最初の一歩であった。 ヘルモポリスでラムセス二世のピュロンの前に優れた石柱を建てたのもこのファラオである。カルナックの神殿にも最初のピュロンを設けている。紀元前365年頃から息子のテオスとエジプトを共同統治し、そのまま後継に据えた。362年に没し、そのテオスが玉座に着いた。ありがとうございます。